マゲヒラニュースで、あっこう。ありがとうございます。東京都は浅草、ここホッピー通りに来ているんでございますよ。情緒あふれるですね、街に来ているんですけれども、ここで私ちょっと気になる人を紹介したいなと思います。あ、こんにちは。こんにちは。お名前頂戴していいですか。広島亮介でございます。亮さんでございます、ね、亮さんです。ボンドジャパンなるコンテンツがあるということでお伺いしたんですけれども、海外に向けて動画で日本を紹介していくメディアです。 SNS を中心に発展しているんで、あの Facebook、Instagram 上から見ることができます。今3カ国語で、まあ、英語をメインにして、台湾語、韓国語ですねに対応してます。 Facebook のいいねが40万ぐらいで、Instagram が5万ぐらいなので、まあ、ビューだと毎回まあ3万から5万。そのコンテンツによく登場されるおなごが本日いるという話を。いますね。こんにちは、マリナです。日本語と日本語と英語と英語とフランス語をちょっとだけ。ボンジュール。ボンジャー。私がボンドジャパンで実現したいことは、やはり世界でまあ、日本語を学びたいっていう需要が増えている中で、なかなかやっぱり家庭の都合で学びに行けない、学校に行けない人たちがいると思うので、そういう人たちにももっと手軽に日本語を知って学んでもらえたらなという気持ちでやっています。 Hi everyone, my name is Marina. Nice to see you. I want to start Japanese lessons every day. Let's work hard together. Today's lesson is self-introduction.My name is Marina. 私の名前はマリナです。My name is... テキストではなく動画で世の中に物事を発信していくっていうことが普通になってきている時代なので、私たちはこの SNS っていうものを中心にして動画を配信していくことで、まあ、テレビ局のような、インターネット上のテレビ局のような存在になっていくっていうのを目指しております。なるほど、メディアコンテンツの確立、はい、といったところでございますね。マゲヒラニュースでゴー。